今からですね、ルイーズ湖までトレッキングに行きたいと思います。朝の10時51分です。それでは出発します。やっぱカナダいいですね。景色がすごいいいです。山は深いし、木が綺麗し、ただやっぱり紫外線は強いって、肌がジンジンするぐらいの紫外線のような気はします。ルイーズ湖の上にはちょうど氷河ですね。すごいですね。山の上は雨雲がかかって天気が悪いですけど、やっぱり観光地なのでルイーズ湖にはたくさん人が来てますね。ここにはホテルです。もう水の色がすごい綺麗です。もう澄んだブルーです。連れてきたダンさんがルイーズ湖を見ないで帰るカナダから帰るのはダメだって言ってます。やっぱりちょっとひんやりしますね。これが通称ハチノスと言われているんですが、ハチノスの展望台、上にも展望台があります。ルイーズ湖のホテルですけど、大きいですね。ここからずっとあっちまでずっとホテルがついてます。ルイーズ湖の隣のホテルですけど、裏に来るともっと大きいですね。すごい横長です。まだずっと続いてますもんね。カートが来ました。引かれそうなんで、ちょっと避けました。結構ルイーズ湖を見下ろすぐらいまで上がってきました。綺麗、すごい。ミラーレイクまでやってきました。ここからアグネス湖まで 0.8 キロまでですね。ここからちょうど山小屋が見えます。ちょっとうっすら見えますね。ハチノスが遠く近づくとこんな感じですね。だいぶ上がってきましたね。ルイーズ湖がもうこんなにちっちゃくしかもう見えてませんね。でもあれは氷河ですね。で、ハチノス。横から見るととんがってますね。ここに滝が見えます。滝の横上ぐらいに小屋が見えますね。でもさらにこの辺から見る蜂の巣はこんな形してます。もうこの上が小屋が、小屋の横から滝が流れてます。さっきちょろっと見えてた滝は上まで来るとこんな感じです。この横がもう全部滝です。ここからちらっとルイーズ湖の駐車場が見えますね。この滝の横の階段を上がるともう小屋があるんですね。
もう切ったそのままの木で椅子を作ってるみたいです。彼はアークテリックスのダンさんです。ここまでガイドで連れてきていただきました。みんなティータイムを楽しんでますね。リスです。決して餌をあげたり触ってはいけません。アグネス湖があります。横から蜂の巣を見るとこんな感じになってるんですね。こうずっと、斜めに切り立って、その後ろは険しいですね。あれ全部雪崩が落ちたんですね。このアグネス湖の周りをまた歩くこともできるんでしょうね。なんかこう流れてきた流木がなかなかいい雰囲気を醸し出して、ね、結構風が強くてヒヤッとします。半袖とか一枚できたら結構寒いです。山小屋はこっちから見るとこんな感じで、横にあの煙突が見えます。アグネス湖の周りを今歩き出しましたが、結構奥までありますね。この辺でだいたい標高が2000ちょっとあるようですね。雨がポツポツ降ってきました。アグネス湖の橋はこんな感じです。アグネス湖の橋はこんな感じで岩が全部流れで崩れ落ちた山なんだと思います。全然さっきと景色が違います。この2000メートルぐらいのトレッキングでこのベンチのエアージャケットが快適です。温泉もあるし風も抑えられる。持ってきてよかったです。一つの勝負だよ。新車展示こういうのが雪が少なくなると、見えるじゃないと。うわすごいなこれ。ホテルが城みたいだな。城みたいな。でもあれシャトーって名前。シャトーレイクルイーズって名前。アグネス湖の周りをずっと上に上がってくると、こんだけ見晴らしのいいところまで出ます。もう氷河が真横に見えますね。でルイーズ湖を下に眺めます。川の水がすごい白いです。なんか石灰岩が染み出てる。ルイーズ湖のこの岩場でクライミングしてますね。クライミングスポットなんですね。山岩が。登りとは違うところからレイクルイーズ湖に向かって降りてきました。白い水の川のとこからルイーズ湖に流れています。こっちからホテルも見えますね。でもまだ離れますが、もうちょっとです。